イガイガが始まっているんですけれども、えー、ラジオ聞いて皆さんは、 体調大丈夫ですかねあのー、この最低気温とね、また最高気温のまた変化とかね、あの、一日一日気温下がったりとかするので、体調崩しやすいというね、時期らしいですけれども、ま、ああのー、キャンプもね、昨日からスタートしてるし、天気もね、えー、雨降ってて、で、また今日なんかも肌寒いですけれどもね、えー、これからまた旧正月もやってくるということもありまして、何かとこう、忙しし、 一月になりそうな予感がしますけれどもね。あのー、心だけはね、ゆっくり、ゆっくり、よんな、よんな、ということをね、えー、念頭に置きながら、はい、やっていきましょう。<laughs> 僕もね、あのー、ほんとそうなんですよ、えー。この時期、2月のシーズンっていうのが、結構体調を崩しやすいシーズンになってて、毎年思い返してみると、何かとこう、あのー、旧正月前ぐらいからね、えー、まあ、 ムに、喉以外が、で、あげの果て、咽頭炎とか、なんかいろんなことになんか繋がってるなという、そういうのがあるんですよ。えー、なのでね、あのー、気をちょっとね、あのー、気持ちだけも強く持ってやっていきたいなと思いますので、はい、ラジオ聞いて皆さんも一緒に頑張っていきましょう。さあ、あのー、2月の2日火曜日、えー、今日アシスタント、とけし d へはい、ちょっと、ね、内地に行っていて今、 千葉県だったかな確かこう、県外に行ってるという連絡がありまして、今日もね、お休みでございます。まあ、なので、今週始まって、2日続けての DJ モーリー1人でのラジオとなってますね。はい。あの、昨日、フリーランス会っていうのがあったんですよ。あのー、まあ、フリーでお仕事をされてる皆さんの、お、飲み会と題しまして、約10名ぐらいですかね、集まったんですね、那覇の方で。 で、そこで、2時間の生放送を毎日やってるよってなって、何喋ってるんですかって言われたんですよ。何喋ってんのかなっていうね、返ししかできなかったんですけど、本当にね、あのー、毎回同じことを喋ってないかっていうのだけ一つ気になってて。で、オープニングなんかはね、大体もう、天気の話ばっかりしてますね。はい。もう、これなんかずっと何年間も続けてるような。<laughs> ネタがないんでしょうね、多分ね。はい。えー、というね、あのー、まあ、ユンタクなんかも昨日してたんですけども、いや、面白いですね、やっぱりね。 あの、放送の作家をされてる方だったりとか、役者さんだったりとか、で、あと、フリーのアナウンサーの方だったりとか、まあ、FM 小算にね、ゆかりのある人もそうですし、まあ、あの、他局で頑張ってる方々もね、いたりとか、本当にこう、いろんなあの、ジャンルの方のね、フリーの集まりだったんですけれども、まあ、これを、いい、 きっかけにして、えー、この数をね、どん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 こう増やしていって、えー、フリーランスの、つら辛いところ、またはフリーランスの、えー、得意とするべきところとかをね、えー、明確にしていきながら、お互いこう何かあったらね、あの、パスし、パスしていきましょうねっていうね、パスを交換していきましょうねという、そんなもう素晴らしい回でしたね。はい。僕はも相変わらず、あのー、お酒飲めない人間なので、えー、熱いお茶、または緑茶を頼んで、えー、乾杯するというね、 みんな多分ね、あの、プレミアムモルツとか、まあ3時間飲み放題だったので頼んでたんですけど、デジヘンなですね、そんな中、アチジャーを <laughs>、お願いをして、えー、キンキンに冷えたビールと共にね、乾杯するっていうのがなんか不思議な感じになりましたけれどもね、非常にいい飲み会になりました。 さあ、最高気温今日16度、マフラー、ニット帽、まあ、手袋はちょっとわかんないですけれども、まあいろんなね、えー、厚手のものを着ながらですね、夕方6時までお付き合いください。さあ今日のオープニングは、ジュジュのナンバーからスタートしていきましょう。ジュジュで、ねえ。 2月2日、アジクーターラジオ火曜日、今日のオープニングは、ジュジュのナンバーで、ねえ、お送りしました。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、ソートバンク中野町、オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りします。 アジクルタラジオ火曜日今日今も生放送送でお送りしています小座上空、ちょっとね、雨落ちるのかな、どうなのかなっていうような、そんな、えー、天気、薄曇りというかね、あの薄暗いそんな空になっていますけれども、ただ、こうなんかそんなに突風が吹いてるわけではないんですけども、あのー、最低気温、最高気温、そんなに変わらなくてね、今日ね、えー、なんかこう、北風が冷たい っていう感じの、そんな、え、外の、ま、体感温度っていうかね、なってますけれども、はい、ラジオ聞いて皆さんも、あったかい食べ物、あったかい飲み物、え、飲みながらね、ラジオも聞いてほしいなと思います。え、ツイキャス、ユーストリーム配信しておりますので、ね、皆さんもどちらからか参加してください。え、ヘルニアムベンツさん、ヘルニアからこの名前生まれました、ということで <laughs>。 読んで字のごとくなんだ。はい。まあでも、あのー、エンブレムがね、ベンツっていう感じ、上等ですけれどもね。はい。えー、夕方6時まで、えー、生放送、ラジオやってますので、メッセージお待ちしています。はい。えー、今日、ウガンブト地ということで、あのー、日の勘、ね、日の神様。 が、まあ、一年のね、あの、報告をこう、にしていくっていう、そんな一日になっているらしいですね。えー、で、また沖縄では、あのー、旧正月も近づいてるということなんですよ。今度の日曜日が、えー、まあ、今年の流るなるのかな来週の月曜日が、旧正月、一、えー、1月1日以下、なりますけれどもね。 いや、あのー、まあ、漁師町なんかでね、九州を重んじてやるところも多いですけど、どんなですかねあのー、中部は中部でも、えー、場所によりきりで、えーまあ、簡単にやるだけですよ、だったりとか、あの、いや、もう、九がつが一番大事なことですよ、っていうことで、えー、盛大にやるところもね、あると思いますけれども、はい。えー、今日も、まあ、いろんな皆さんからのコメントお待ちしております。FM コザ、E メールまで。 七六一アットマーク fmkosa ドット jp 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしています、えー。こんにちは。今日もやります。ラジオネームガンダムファイターアルゴガラスキーです。提案テーマ休みの日何してますか。はい、えー。あ、あれだ。今日も僕がテーマを考えてないんだろうっていうことで、えー、提案をしてくれてるわけですね。 えー、ここ最近は、もっぱら、マザー、まあ、お母さんの足で、えー、送迎をしています。買い物の手伝いや、おばあも連れて、ドライブに連れて行ったりしていますね。えー、デイサービス、比較です。まあ、ドライブも好きですし、お昼ご飯は楽しみにしていますね。今日はめったに食べない。つけ麺を食べました。千葉の十字路、石川向けにあるジンベイ。 ああ、あの、11時ぐらいになったらね、めっちゃ人だかりっていうか混んでますよね、あっちね。えー、いつもはたくさんいて、売り切れたら閉店するので、いかんぱーしていましたが、えー、遅いお昼だったので行けました。えー、かなりうまうまでした。個人的な意見なので、文句言わないでください。あ、提案テーマ、ラーメンつけ麺もいいですね、ということで。はい。えー、アルゴさんからいただいております。今日ね、テーマはね、 暇な時何してますかっていうテーマなんですよ。<laughs> 休みの日何してるとほぼ変わりはないんですけども、昨日言われたんですよ。このフリーランスの飲み会の時に、えー、フリーでね、あの、アナウンサーやってる竹中智子さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、あのー、暇な時って皆さん何してるんですかって言われて。お互いフリーですから。 まあ、あのー、ね、お勤めになってる方とか、サラリーマンの方々だったら、あのーあ、休日はゴルフに行ってとかっていう、すぐ答えが出てくると思いますけれども、フリーランスですから、暇な時っていうのが多ければ多いほど仕事がないっていうことですからね。ちょっとこう、答えで、ね、困ったっていうのがあったんですけれども、えー、ラジオ聞いて皆さんはいかがでしょうか。はい。えー、暇な時、何してますかはい。 まあ、仕事中は別ですよ。仕事中のちょっとした休憩とか別で、仕事も終わって、何もやることないなーって思ってる暇なとき、何をしてますかっていうテーマですからね。はい。えー、メッセージをお待ちしています。もう本当にもう僕はもう申し訳ないんですけども、もう月並みで、Facebook と Twitter と Instagram ぐらいですかね。うん、本当にもう、暇のとき、 ちょっとチェックしてるかなとか、コメント返してるかなとか、それぐらいのレベルですね。何かこう、これといって特別なことをしてるわけでもないんですけれどもね。はい。皆さんどうでしょうか頭にあれかなあの、全然イラン受信トレーボックス、受信ボックスの削除 <laughs>。なんかこう、ね、勧誘的なメールのこのレ点がまだついてる状態の、 まあ、受信数がね、カウントされてる状態のボックスを開いて、えー、ゴミ箱にポイっていうね、あれぐらいかな、なんか、そんな大したことやってないですけれどもね。はい。えー、皆さんは暇な時、何をしていますかはい。今日はこれで 6, 6時までお送りしていきたいと思います。さあ、時刻は4時16分になりました。赤ちゃんいらっしゃいの時間です。 2月2日火曜日、この時間、赤ちゃんいらっしゃいの時間です。このコーナーは、アイレディースクリニックの協力でお送りします。さあ、2月2日、今日は何の日今日は国際航空業務再開の日となっております。えそれ以外にも、新生ローマ帝国成立、中国で史上最大の 地震発生、1556年。日本で初めて、バスガール登場。そして、えー、ヘルツ、電磁波を検出、1882年。まあ、この、ラジオのね、電波なんかも、えー、なんとかヘルツ。 FM 誤座に関しては7 6 1ヘルツというね、このヘルツという記号ができてますけれども、このヘルツさんが電磁波を検出した日となっております。アメリカ裁判で初めて嘘発見器を使う。1935年の今日の出来事です。超能力者のユリ・ゲラーが来日し、民放テレビ各社の番組に出演。1974年。 1976年の今日は、徹子の部屋、放送スタート、となっております。さあ、今日の誕生日の皆さん、グレーの、ひさし、アーティストですね。えー、それ以外にも、元関取、寺尾さんの誕生日だということです。えー、それ以外にも、女優の、 ファラ・ホーセットの誕生日だということです。えー、皆さんの身のま、身の回りの誕生日の方、これからやってくるお祝い事、結婚式ありますよとか、あと、もう来週ぐらいでしょうかね、バレンタインが、えー、間近に迫っておりますけれども、そのバレンタインの、えー、いろんな情報。まあ、こんな、あの、チョコレートもありますよとかね。あと、結婚記念日とか、出産。 赤ちゃんが生まれた日はこの日ですよとか、あと、子育てをされている方からのね、子育て情報もお待ちしております。ちょうど多分この時期って、保育園が、あのー、入園が決まりますよとかの時期だと思うんですけれども、えー、ちょうどね、えー、この4月から考えているという方の、おもしかするとお、この時期になってくると、まあ、保育園、 入園ができる、できないのね、合否が届く時期じゃないかなと思いますけれども、まあそういったこう情報などもね、あれば教えてください。赤ちゃんいらっしゃい。このコーナーは、アイデディースクリニックの協力でお送りしました。 さあ、アジクーターラジオ、今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口から生放送となっています。今日の番組のテーマ、暇な時、何してますかはい。もうあのー、多分、たくさんの人がそうだと思うんですけども、気がついたら携帯を触っているとか、あのー、子育てをね、しながら、あのー、携帯に目をやっていたりとか、えー、丸々しながらっていうものがね、 非常にこう多くなってる時代だと思うんですよね。まあ僕もその一人なんですけれども、まあしょっちゅうこう嫁に注意されるんですよ。はいまた携帯。はい Facebook。<laughs> 自分ではそんなに気がついてないんですよ。あのしょっちゅう触ってるなんて思ってはないんですけれども、何かとやっぱり気になってんでしょうね。うん、これいかんなと思いながら。 あの、便利なものは便利なんですよね。音楽が、あの、無料で、ストリーミングでね、聴けたりとか。で、また、動画見たり、写真送れたりとか。で、みんなのこの、あの、共通のね、えー、SNS の、えー、ページに飛んで、えー、どんな情報があるのかなとかね。いろいろこう、チェックができたり、調べたりとかすることができるので、めっちゃ便利なんですけど。でも、終始ね、一日これに追われる生活っていうのは、 まあそれ慣れてしまうとね、依存になってくるんかなという心配もね、えーちょっとありますけれどもね。まあなので僕もできるだけ携帯を触らないように触らないようにってやるんですけれども、でも無意識の中でね、あえ、また見てるみたいな。これちょっとね、あの、しばらくね。 掘っておきたいなっていうか、離れておきたいなと思うんですけれども、何かこう、携帯が近場にないと落ち着いてない自分がいるっていうのは正直なところありますね、やっぱりね。うん。えー、皆さんの暇な時エピソード、どんなことをしているのか、メッセージお待ちしています。761アットマーク、fmcoza.jp 76、761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。青野軍団さん、チースモーリー、チース。寒いねー。 って言ってたけど、T シャツで仕事してるけど、っていうかよ、パイパイともかと二人っきりだったってなあ、あのあれを目の前にして目のやり場に困っただろう、このひょるのっぽが。この続きは金曜日にな、ということで。めっちゃ口悪いね。<laughs> はいあ。昨日ね、その、まあ、フリーランス会に来てくれて、で、 あろうことか僕、一番ノリだったんですね。お酒飲めない僕が。<laughs> 飲み会に一番ノリって、何は、まあ、まあそうは思わないだろうけどね。張り切ってるみたいな感じになっちゃってたんですけど、まあ結局飲まなかったですけどね。熱いお茶飲みましたけれども。はい。いやでもいろんな話聞けましたから、多分、そのうち FM コサの放送に遊びに来ると思います。はい。その時はちゃんとね、 あの告知もしていきたいと思いますので、どうかお楽しみに。はい。さあ、こちらもいきましょう。ラジオネーム、アルゴガルスキーさん。そういえば、ストレッチレディー、ディエポンさん、休みですかそうなんですよ。ストレッチレディ、前屈がね、えー、膝下ぐらいしかできなかった女性が、えー、くるぶしの方まで手がつくようになって、さあ、来るかな で持ってたらお休みが続いている、いるというね。そういった状況ですけれども。あげ、雨降ってきた。昨日、ラジオを聞きながら散歩したら、豪雨になって、えー、ラジオの電池も切れて、寒う寒うして帰りました。おかげで風邪ひきましたね。あ、引きかけましたね、と。えー、治ったのにまた雨。はぁ、雨男ですかね。さあ、テーマ、暇な時何してれば えー、僕は Facebook そして DS のゲームスーパーロボット対戦をしていますそろそろゲームを卒業して資格勉強しないとなぁと思っていますラジオネームアルゴガラスキーさんから頂きました、はい、あっ資格の勉強資格取得のためにじゃあ何か狙ってるものがあるんでしょうねなるほどもうねあれだねこの 誘惑が多いんじゃないですか携帯。まあ、さっきからずっとね、話題にしてますけれども。いろいろこのページを開くと、いろんなところ見れるから、いろんなね、刺激になるような情報が、なんかすごい携帯で詰まってるなって思うんですよね。なので、あの、勉強しようかなとか、僕も最近本買ったんですけど、 あのー、その本を読もう読もうって思うんだけれども、なかなかこの携帯と天秤にかけた時、すぐこう携帯を手に取ってしまうっていうのがね、あるので、これはい,いかんなと思いますね。やっぱりこの本でね、知識を得て、でまた言葉なんかを勉強してっていうのは、ちょ考えているんですけど、なかなかこれができてないですね。えー、こちら行きましょう。ラジオネーム、マーデーさん。 久しぶりですね。お元気でしょうか。えー、モーリーさん、かなりお久しぶりです。マーデーです。えー、今日のテーマ、暇な時、筋トレをしたり、音楽を聴いたり、携帯のゲームをしたりしていますね。はい。マーデーさん、かいいただきました。携帯のゲームってね、何があるんですかねつむつむとか、パズドラ的なモンスター、なんとか、みたいな。モンスターハンターだったモーハン。 タイトル間違ってるっぽいんですけど、そういうのってあ,ありますよね。全然やってないんですけど、僕は。逆に、この携帯のこのカメラ、カメラじゃないゲームっていうかね。やってないですけれども。ちょ面白そうなのいっぱいありますよね。なんかね、見てるとね。うーん。えー、まあ何かね、これおすすめですよとかっていうのがあればぜ、ぜひ教えてほしいですね。そうだな。 スポーツ系がいいかな。スポーツ系の何かがハマれたらいいなと思いますけれども。まあ、またこんなってハマったら、携帯にちょっと依存する的な感じになるんでしょうね、きっとね。えー、こちらもアルゴガルスキーさん。あ、リクエストか。えー、サンボマスターの、ーということで、えー、世界をそれを愛と呼ぶんだぜ。お願いします。といただきました。はい。 そうですね。あの、リクエストも随時おかけしていきたいと思いますので、えー、皆さんからもメールとリクエストお待ちしています。f m コザ e-mail は、7 6 1アッ m マー k f m c o a j p 7 6 1アッ m マー k f m c o a j p でお待ちしています。今日の番組のテーマは、暇な時何してますかこちらでメッセージをお待ちしてます。 さあ、ということで、ライブバージョンでお届けしていきましょう。アルゴガルスキーさん、リクエスト。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。 さあ、お届けした曲は、ラジオネーム、アルゴ・ガルスキーさんの曲のリクエスト。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。ライブバージョン、聴いてもらいました。ちょっとあのー、あれだね。ライブの時のバージョンと、えー、いつも通りこ CD で聴いていたバージョン、ちょっと違いますね。はい。なんかこういうアレンジがあったりとかすると、曲の聞こえ方が違かったりとかして、いいですよね。えー、皆さんからのリクエストも、6時まで。 一応番組やってますからね。また今、今見ながらメールもお待ちしています。今日の番組のテーマは、暇な時、何していますかまあ、これはあのー、例えば、そうだな、誰かを待ってる時、お家の中にいて暇な時とか、何かこう、時間を、時間を持て余してしまってというかね、えー、余らして、で、どうしようかなってなった時、まあ、おしゃれにね、スタバに行って、 もう空手飲むとか。<laughs> このコーヒーの種類よくわかりませんけども。飲むとかね。なんかおしゃれななんか過ごし方をする人もいるじゃないですか。ちょっと30分時間があるんだったら、ペンを走らせようかなとかね。何かこうやるじゃないですか。ネットサーフィンやろうかなとか。なんかそんな感じではないですよ。僕の場合はね。えー、皆さんはどうなんでしょうか。 はい。暇な時何してますかっていうのが今日の番組のテーマです。まあ、ちょっとね、内面のことですから、内面というか、あんまりこう触れない内側のところですから、何してるかなって多分ね、迷うと思うんですけれども、本当にもう、お家の時はこんなしてますよっていうね、えー、ものがあったら教えてほしいなと思います。僕はですね、暇な時お家の場合、大体掃除してますね。あの、コロコロ使ったりとか、 あの、ダイソーの掃除機で、ええー、掃除してるかな。あのー、なんていうんですかね。カーペットというか、そのソファーとかも含めて、うち、犬がいるので、で、その犬の毛とかも含めてね。あのー、なんかこう、そうだな、ゆっくりテレビを見るっていうこと、まずしないかもしれませんね。もう毎週日曜日の朝10時の、えー、ワイドなニュース。 あれぐらいですかね。1時間みっちりテレビの前にいるってことは。あとほとんど何かしながらっていう感じですね。なのでお家の場合は僕はもう掃除してますね。うん。なんか落ち着かないんでしょうね、きっとね。いや、居心地悪いわけじゃないんですけどね。なんかこう、まあ、ダイソンがね、最近我が家にやってきたばっかりっていうのもあって、えー、それでやってるかもしれませんけどね。 えー、ラジオネーム、クニンダさん。めっちゃ久しぶりですね。もう、どれぐらいぶりだろう。一年ぶりとか。ね。えー、一言、森、寒い。はい。どこで聞いてるんでしょうかね。<laughs> クニンダさんね、本当にあの、ここ何年も訪れてないんじゃないですか元気ですかね。はい。またあの、遊びに来てくださいよ。えー、お待ちしています。 そしてこちら、ラジオネーム。県内地のサザエさんバカ。サザエさんの玉だよ。やえー、DA は柔軟体操させられるから休みなのかどんなですかねもうそれすらも忘れてるんじゃないですかね。多分、来週さ来週来る時になると、また元に戻ってると思います。あの硬さをね。はい。さあ、今日のテーマ、暇な時。パソコンに入れてある、麻雀ゲームで遊んだり、 琉球ゴールデンキングスがチャンピオンになった時の試合を見て楽しんでるかなエロ DVD も見たりね。あ、DVD 派なんですね。えー、昨日は友果さんと一番に、あ、さんと一番に、一番に来たみたいだね。ずっと友果さんのスイカップばっかり眺めていたんだろうということで。もうこれ全く青の軍団さんと同じ目線ですね、これね。もうおかしいよ。<laughs> 本当にね、全然見てない。うん。まあ、本人が、男らしいというか、すごいあの、サバサバしてる方なので、いやらしさとかっていうのはみじんもなかったんですよ。うん。なので、全然見てなかったですね。だ今言われて、あーってなったっていう感じですから。まあ、次からはね、ちょっと見ると思いますけど。<laughs> いや、見えなかったですね、なんかね。うん。だそういうの感じさせないような方でしたからね。うん。えー、まあ、あの、昨日のそのフリーランス会っていうのは、えー、っと、木曜日のアシスタントの、やらあいみーも来てましたからね。いろんなこのフリーの話を、えー、させてもらいましたけれども。はい。まあ、詳しくはね、木曜日に。はい。ということで、えー、サザエさんのタマさん。 キングスのチャンピオンになった時の DVD を見る。マージャンゲームで遊ぶ。だこの DVD をさ、この優勝した時の DVD を見るとかっていうのになると、相当好きですよね。このキングスのあの試合とか、あの雰囲気っていうんですかね。えー、いつの優勝の時でしょうかね、これね。いや、もう感動じゃないですか、やっぱり。 ねえー、次はまた石垣市の方に2月の20日21日かで2月の6日7日があ京都かな京都のハンナリーズの多分体育館というかねだったと思いますけれども、えー、MJ さんから頂きましたハイサイ DJ モーリー MJ です暇な時もちろん暇してますで大体いいテレビを見ているかラジオを聴いているか休みの日 雨降りだったら大型ショッピングセンターに散歩しに行ってるよ。ライカムも可愛い女の子見に何回も行ったな。ラジオネーム、MJ さん。はい。なんか冗談に聞こえないっていうのがね。<laughs> イメージできるっていうのがなんか <laughs>、ちょっとこう切ないような感じもしますけれどもね。そうですか、そうですか。はい。えー ラジオ聞くか、休みの日。あ、暇な時か。ああ。まあ一応、誰か喋ってるからね。ラジオもね。うーん。あ、そっか。リスナーさんの場合は、メールを投稿するとかっていうのがあるから。その暇があったとしても、ね、全然苦じゃないんでしょうね、きっとね。ああ、そういうことね。メールを作るとか、そういうことができるのか。なるほど、なるほど。 うん。あ,あ、僕、あれだな。あのー、放送前に、例えば30分ぐらい時間があったら、大体ビッグワン行ってるね。<laughs> ビッグン行って、なんかあのー、ねえ、BGM 聞聴きながら、あのー、いろいろ見てますよ。お菓子のコーナー行ったり、家電のコーナー行ったり。なんやかんやなんか安いものがありますからね。行ってますね、なんかね。うん。 えー、こちらも行きましょう。青の軍団さん。今日のテーマ、暇な時。お家にいたら、取りめしたドラマとか、アメトークを見ながら、つむつむ、やってるかなこれ多分、あのー、携帯のアプリっていうゲームなんでしょうね、きっとね。えー、日曜日、暇していたから、侍先生、3回見ていた。まだ、コウノドリが残ってるってば森、ドラマ見てるねということで、はい。 ラジオネーム。青野軍団さん。コウノドリは確かですよね。あのー、えっと個性、個性派というか、ちょっとイケメンのあの人がいる主役のドラマでしたよね。あれも見てなかったんですけど、そうだな、最近何も見てないね、ドラマね。うーん。 だ本当に1時間まるまるテレビの前にいるってことが本当にないからドラマもね、なかなか見れないんですよね、時間帯がね。たまにあの昼ドラのあの、最近のボタンとバラでしたっけあれをちょいちょい見てたりとかね、してましたけど。えー、DVD とかか。なるほどね。取り試してあった、今までまだ見れてないものを見るってことか。なるほど。 侍先生もちょっとわかんないんだよな。今やってるやつでしょうかね。えー、こちら、ラジオネーム、ゼロさん。初メッセージでしょうかね。えー、ありがとうございます。えー、こんにちは。今日のテーマ、暇な時何しているということですが、私は単純に空想ばっかりしています。最近、お気に入りの空想は、宝くじが当たった時のお金の使い方です。 キャッシュで外車買っちゃおうかなとか、1週間連続でカニ食べようかなとか、えー、ここは老後のために貯金しとくかとか、えー、かなりハッピーな気分になりつつ、持ってもいない現金の心配をしてみたり、なかなか楽しいですよ。ラジオネームゼロさん。初メッセージ、ありがとうございます。はい。外車買っちゃおうかなとかっていうのめっちゃいいですね。ただよ、1週間連続でカニってどんななんですかね。 <laughs> たまにカニ玉欲しくならないのかなこの一週間の中で。レンチャン、カニってどんななんですかねあれなのかなまたズワイとか。なんかこう、種類の違うカニを食べるってことなんですかねえー、ここは老後のために貯金しとくかとか。ああいろいろこう、想像するのが好きってことですね。えー。いやこういう方はね、あのー、なんだろう、あれじゃない 脚本ができるんじゃない物語を作ることができるんじゃないですか自分のこのイメージの中で、頭の中で、どん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 この飛躍させていって、で、気象転結ができれば、ね、なんかこう番組のとか、放送作家的な、ね、作家さん的な、そんな感じになりそうな感じしますけどね。だから想像力が得たかってことですよね、きっとね。うん。いいと思いますよ。ただカニだけですね。 <laughs> 引っかかってるのね。テント頑張ろうかいさん、えー。ゼロさんとかぶっていて笑った。テントさんも結構ね、空想してそうですよね。えー、暇な時何していますかたらればで妄想しています。もし1億円以上の宝くじが当たってしまったらどう使うか、増やすかなど妄想しながら楽しんでいます。カーディガンズ水色ならさあどう使うということで。はい 1>, 1億円以上ね、当選したら、うんもう本当にこれリアルな話ですけど、もうマジで当選するとするじゃないですか、1週間は本当にクールに装おうと思います、1週間は、多分あの何事もなかったかのように、でこの、あのー、件に関しては、何も触れない。自分の思考も もう、なるだけそこに行かないように、ごく普通の生活を送るはず。リアルな話をするとね。<laughs> で、なんか、うん、なんか、言いそうだな、なんかいろいろ。あのー、いや、これ、絶対言わんでよ、みたいな。なんかそういうのをね、何人にも言ってそう。<laughs> バレるっていうね。はい。えー、ラジオネーム。 ともぶんさん。おひと様 DJ モーリー、こんにちは。アジラジネームともぶんです。はい。俺もフリーランスなのにお呼ばれされてないな。して、暇な時、時間が空いたらすぐ携帯触るよ。えー、俺はいろんな番組のディスナーだから、その番組にあった内容のメールを下書きしたりするかな。 えー、アジラジはその日でテーマ言うからインスピレーションですぐメールするけどだいたいよ、どの番組も、えー、事前にめ、えー、テーマ発表するから毎日締め切りに追われた作家風 G だよ。まあ楽しんでるから苦にはなってないけどね、えー。休みはラジオ聞いてないからまさにオフになるよということで、ラジオネームトモブンさんからいただきました。 一応ね、あの、仕事のながら、ながらでっていうのが大きいんじゃないですかこう、番組にメールを送る人の習慣としてはね。仕事してるから、あの、携帯を触って、えー、まあ、移動の間にね、読まれるメールを聞くとか、他のディスナーのメールを聞くとかっていう、多分そういうことなんでしょうね、きっとね。 まあでもやっぱりイメージ通りだな、と思ぶんさんをな。うん。えー、こちらも行きましょう。沖縄市のミンミン2号。えー、小学5年生からいただきました。えー、今日の授業、国語、5年生のみんなで幼稚園との交流会。えー、楽しそう。えー、算数、補修をやりました。今日の給食は、牛乳、麦ご飯、餃子、野菜、味噌汁でした。 えー、安村さん、元気ですか今日寒いけど、寒くないですか隅っこで、てんてんてん。モーリーさん、たのすけさんのお菓子食べたいな。当たるかな残ってますか <laughs> では、最後まで頑張ってください。<laughs> ラジオネーム、みみ2号。小学5年生からいただきました。はい。今日も楽しかったんですね。ね、小学校ね。 いいな五5年生のみんなで幼稚園との交流会、どんなことやるんだろう近場の幼稚園に行くんかな行って、ね、なんかやるんでしょうね、きっとね。えー、いいな楽しそうだなあのー、まあ、昨日もお知らせしたんですけど、リスナープレゼントのお知らせということで、えー、ラジオネーム、タロスケさん。県外にね、えー、住んでるリスナーさんですけれども、そのタロスケさんから、 スナック菓子、ハートチップル、ニンニク味というものをですね、大量に送っていただいたそうです。で、えー、FM コサに来ていただいた方、先着順で、えー、プレゼントをしているということですね。これ、早い者勝ちとなっておりますので、あ、まだアベニューの入り口にあるコサに来たことがないという方がいたら、まあ、お菓子もらうついでに来てもね、いいんじゃないかなと思いますので、はい。 えー、聞いたことないですよね。スナック菓子、ハートチップル。ニンニク味というものがあるらしいので、えー、希望の方がいれば、メールとかではなくて、えー、直接受け取りに来てくださいということでございます。以上、FM 小サからのお知らせでした。 さあ、ここで、えー、今日のアシスタント、トケシ DA からですね、なんとメールが届きました。多分今、ユースとかツイキャスで聞いてるんでしょうね、きっとね。ちょっと紹介していきます。えー、モーリーさん、ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。トケシ DA です。少し休養で関東に来ています。すごいですね。関東で聞けちゃうんですね、FM 講座。感動しています。はい。今、まさにこの瞬間、聞いてくれているんでしょうね。 パターン的に聞いてないっぽいんだよね、もうね。<laughs> メール送って、えー、さあ次やろう、みたいなね。えー、あどっか行ってこう、みたいな。そんなパターンっぽいんですけれども、読んでいきましょう。えー、さてさて、テーマ、暇な時何してるのうーん、トゲシ DA は最近暇な時やることは、Google マップ巡りですかね。なんかいろんな場所を検索し、旅行に行ったつもりになっています。衛星画像で見れるから、 海外のマーケットとか見ると面白いよ。外人さんがたくさん映ってるってな感じ。えー、ではでは、なんかホームシックで一旦書き出すと長くなりそうなのでこれにて。えー、風が流行っているので皆さん気をつけてくださいね。バイチャ。ということで、えー、火曜日のアシスタント、とけしりえ、関東からメールを送っていただきました。はい、ありがとうございます。Google マップ巡り。えー、この場所をこうね、 住所とかなんかその辺をちゃちゃっと入れてでエンターをしたりとかするとそこの地域に行くんでしょうねきっとねあんまりあれもやったことないんですけどね何か面白いみたいですねえいろんな外国人が写ってる海外のマーケットとか見れるっていうねことですけれどもはいえーまあ DA もねちょっと関東寒いと思いますけれどもまた寒い時に行きましたねまたねえまた元気に。 沖縄に帰ってきてもらいたいと思います。さあ、こちら、ラジオネーム RTM のみっちゃんさん。暇な時、とにかく、録画をしているテレビ番、テレビ番組を見ています。仕事帰りが遅く、えー、週末は子供の野球やバスケに顔を出す生活をしていると、録画番組がたまるので、ここ数年、生で、えー、テレビ番組を見たことがありません。 スポーツ番組でも3日遅れで見るのでみんなと会話が合わないですというかそれでも見るんですねちゃんとねあまあ確かにあのシーン見たいとかあるよねこの紙面に載ってるけどどんなだったんかなっていう最近もなんか本田圭佑があのー アシストかな ?1 アシスト決めたっていう情報だけが載ってて、どんなって決めたんかなっていうのがめっちゃ気になってて、慌ててね、動画で見たんですけど、あのー、リオオリンピックの、まあ、優勝を決めたね、日本代表ですけど、その韓国戦、2対0からの3対2になった逆転をしたあの動画を見れてないですから、あれを見たいなと思っているんですけどね、そういうことなんでしょうね、きっとね。 えー、青野軍団さん。あ、そう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 。あの、さっきね、えコウノドリっていうドラマを見てるという話がありました。えー、ちょっとイケメンな、あれは、綾野剛をね、ファンにちょっとイケメンかと言ったら炎上するよということで。はい。<laughs> この辺敏感でしょうね、きっとね。はい。あの、ちょっと気をつけましょうね。<laughs> いろいろなんか、あの、ね、浴びそうですからね。 はいえー、ちゃんと聞いてますよということで、えー、とけし DA からコメントいただきました、はい。じゃあ、多分今、携帯でね、映像見ながら、にゃって笑ってるんでしょうね。<laughs> <laughs> はいということで、えー、火曜日、今日の番組のテーマは、暇の時何していますかこちらで5時台もメッセージをお待ちしています。 さあ、4時のエンディングは、ラジオネーム、ともぶんさんの曲のリクエスト山崎正義。One more time, one more chance. この曲でエンディングです。この放送は、お母さんの幸せ。それは家族の幸せ。アイレディスクーニック。ソートバンク中野町。オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up! Corner. Radio! さあ時刻は5時になりました。この時間は沖縄市観光情報発信コーナー小座ソースの時間です。毎週火曜日今日はこの時間久しぶりにこの方々やってきておりますので紹介していきましょう。えー、小座フィルムオフィスの方から元底沼コンビの二人です。こんにちは。こんにちは。もうこの二人が揃うのはもう実に去年ぶりでしょうね <laughs> きっとね。 あのー茜ちゃんが一度この年明けに来てくれましたけれどもその時こう元祖子くんは石垣島に行っているというで帰ってこないという情報を聞いてでようやく顔出したなと思ったら2月に入っているというねそういった展開でしたけれども申し訳ないです忙しかったですかそうですね忙しかったですはい石垣も寒かったですかその時いや暑かったですねずっと半袖で ずっと言いましたでも、あのー、沖縄もまたこう雪っていうんですかね、うん、観測された時も石垣も石垣で寒かったんですよね、とってもねそ,う,それはもう魚が火事状態になってみんな拾いに行ってましたねらしいねなんかね <laughs>、はい、すごいですよ <laughs> でまたそれが終わって先週1週間はあったかい暑い日が続いたと思ったらまた今日寒いみたいな <laughs> 今日ちょっとまた温度が下がって体調いかがですか、お二人は僕は絶好調です。 これ音入ってます。今今今今今までは存在しなかったです。やっぱり意外とになりました。あかねちゃんは大丈夫。はい大丈夫です。まああのない関東出身だっけ。はい東京です。東京とまた沖縄のこの寒さってちょっと違いがあると思うんですけど。そうですね。どうでした今年のまあ冬というか。うんもう東京過去怖って思うくらいあのみぞれとかになった時 寒すぎて布団から一本も出れませんでした。ねまた沖縄の場合ね、屋内そんな暖房とかやる習慣があんまりないもんね。その辺外も寒い、中も寒い。室内で言えば白い液が出るとかね。そういうたことありましたからね。でまたあの沖縄市では、まあその1月を乗り越えて、産業祭りもあって。さあ月ですけれども、さあ講フィルムオフィスのお知らせはいかがでしょうか。まお知らせと言いますか、あの先月の産業祭りが。 まあのー、大雨、波浪警報とか、うん、出てたので途中で終わってしまって、はい、でその前にエキストラ登録その時しますよって言ってたやつがな,、ねうん、なんとその中止のせいであんまりちゃんとできなくってですねすごく残念な気持ちで今いますなのでこれを聞いてる方、うん、ぜひエキストラ登録 してくださいこのエキストラ登録するとどんな特典というかどんんなことがあるんでしょうか <laughs>、はいまあ、やっぱり一番は普段そうです、ね、あんあまり経験のできない、まあ、撮影現場に立ち会えるとか、うん、まあラッキーであれば俳優さんに見れが会えるとか<ー>まあラッキーであれば必ずではなくとか、まあ、とにかく刺激的な日になるんじゃないかなとは思いますね。うん、はい なんかあのーうん、あ来てたんだこの芸能人とかっていうのを後々見たときに、うんはい、えあるんだったら見たかったなとかっていうのってよくあるじゃないですか。最近もツイッターのニュースかなんかで綾瀬はるかさんが、はい。 小学生となんかゴルフをしたみたいな記事が載っててえー見たかったっていうのがあったりとか見たか女優さんってこうやって沖縄来てんだと思ったりとかあとあと知る情報っていうのがうわもっと先に知ってたらなっていうのがあるんでですすよよそうねこれが映画の撮影ドラマの撮影になってくるとこのワンクール多分滞在することになるから結構いるよねねねね多分そうですす結結構構いまね。 いいる時は1ヶ月ぐらい、うんね、長いときは1か月その撮影場所にね、ちらほらと見かけることもあるし、そういう、ね、現場の空気だったりとか、撮影を見るっていう機会もほぼないですからね、はい、登録すると、はい、まあそういうチャンスも。 はい、やってくると,くるということなんですねこれからまた、あのー、4月に向けて多分忙しくなると思いますけれども、はいえー、今後のスケジュールとかこれからやってくる映画のお知らせとかって映画の撮影とかの依頼はまだ特にないんですけど、うんえっと、これから BS のちょっとドキュメンタリー番組的なのがちょっと<う>、うん、あります。お<う>撮影がありますこ,れはこ これは、だって沖縄市で,、うん、ではないんですけど、うんはい、東南植物楽園で。じゃあ、木々に囲まれた中で撮影が行われてそるですね。うんとか らいですかね今のところはこういった情報もコザフィルムオフィスのサイトに行けば見れるのはスケジュール的ないややっぱ撮影日とかは公表はあまりできないので気軽にはできないのであと地獄報告っていう形になるかと思いますでもエキストア登録していたら撮影の前ぐらいにメールで拡散をするというそういことなんでしょうね。ということでインターネット検索エンジンで。 コザフィルムオフィスで検索をして調べてみてください、はい、お願いしますさあ,あのお二人にちょっと聞いていきたいんですけど、はい、今日の番組のテーマが暇な時 <laughs> 何してますかっていうことなんですけどあかねちゃんはどうですかね <laughs> 暇な時分かるえ？寝るでしょ多分 <laughs> <laughs> いや楽しいそう、寝るっていうことしか思いつかない、<laughs> こんなん言えないしって思ってたこと言われちゃいましたね、うズバリ。10分、20分の暇があったとするさ、はい、待ち時間みたいな感じで。そしたら、ま、パズドラしてますパドラパ <laughs> パズドラがパズは楽しいの？あもう一年くらいハマってます。あ結構続いてるね。そうですね。この毎日ログインするのが大事なんですよ。ログインするのが大事。そう毎日ログインすることで特典があって。<laughs> あログインしたらポイントとかもらえるから、はい、したいんだねんログイン、ね。これを持続しないとその特典がもらえないんですよ。うん、なるほどなるほど。はい、<う>熱くなっちゃったちょっと。<laughs> 意外な一面だなパズドラ。他にもありますか。おすすめ。はい おすすめゲゲームですか。ゲーム。ああ、私はやっぱり今やらないようにしとこうって思ってるのは FF ですね。FF <F>。<laughs> ファイナルファンタジーってことはい、そうです。あ<ー>あ<の>、RPG だじゃん。RPG。私は RPG 大好きなんですよ、うん。あとはイコっていうゲーム。うん。うん<コ>。イコ。これお姫様みたいな。 連れて逃げるる感感じなんんでですすけど結構感動す,るんですよ<ー>地味に <laughs> 意外と女の子の方がこういう情報って知ってるね男の人よりもね <laughs> そうですね僕もうやるといったらサッカーのウィーニングイレブンしかやらないあこれは何あの携帯でそれあ携帯でやらないです暇な時家で暇な時とかは、うん、ウィーニングイレブンぐらいです、ねうん、本当に<ー>あとは何してるんかな 寝る, <laughs> 寝る <laughs> イメージではなんかこうスポーツやってるってイメージがあるからるなか体を動かしてるっていうのがありますけどね<ー>たまーにジム行くぐらいあかっこいいねなんか本当にたまにうん 一ヶ月に一回あればいいかなぐらいの事務ですね。いいね。暇の時何してるって言われて事務行ってるっていうのいいね。格好つけただろう。いやいやいや本当だから俺がわがままボディだから今本当に。友達じゃないよね。同僚だよ。職場の同僚だ。心の声が出るね。でも俺分かったもん。 答えの前にパズドラーと寝るって。ああいうのをね、暇な時、どう過ごすかで、オンの時にね。生きる、生きないがありますからね、言ってもね。ああ、まあ、じゃあ、お二人はこんな感じで、僕を過ごしてるってことですね。はい。ええ、テントウさんから、あかれちゃん。はい。 パズドラあるあるだね<お>分かるわーということでああ<ー>、うん、ほらいるんですよあの、ログインしなきゃっていうところでしょうね、うん、そ,うそうなんですみんなハマってるんですそれを中毒っていうんですあそうです、うん、1>, 1年ハマってるって相当だよね <laughs> そうですねランキング的に上じゃない多分あ、もう結構ランキング上がってますようん、うん <laughs> 勝てねえって言ってます。よ <laughs> <laughs> まだ上がいるんだ。で上には上がいるんですよ。へえ<ー>、はいうん。だからまだまだだなってって。いやこれ面白いのが携帯の電話帳でつながってる人とか LINE で登録されてる人が、はい、こうランクの上だったりしたらいるんですよ多分ね。そうですね。いますね。なるほど。強敵がじゃいるんですねじゃねいますね。<ー>はい。だからまだやめられないんです。<laughs> <laughs> はまってますねこれね。はい、ああ。 まあ、あの今後またあの2月は多分栄光祭も迫ってくると思いますから忙しくなりますけれども、ねえーまあ、パスドラもやりつつ <laughs> お仕事も頑張ってください。はいはい、ということでコザフィルムオフィスの方から本底くん沼尾コンビのお二人でごござざいいままししたたあありりががととううございました。 さあ、アジクーターラジオ5時台、今日も FM コーナースタジオから生放送でお送りしています。えー、今日の番組のテーマ、暇な時何していますかというテーマでね、やっておりますけれども、えー、まあいろいろありますね。なんかね、携帯でゲームしたりとか、あのー、まあジム行ったりとかっていう言葉もね、先ほど聞こえてきましたけれども、えー、なんかかっこよかったな暇な時何してますかなたまにジム行ってるかなっていう、この、ね、なんか、 返しの言葉としていいね。ジム。<laughs> どこ鍛えてるんですかって言われそうですけどね。あまりにこれ細いですから。はい。今、あのー、CM が流れてる時に、えー、沖縄市の耳2号、小学5年生が、スタジオの外,外にね、やってきまして、えー、めっちゃ笑顔でこっち向いていただきましたけれども、多分先ほど言ったあのー、ラジオネーム、たのすけさんから、大量に送られている、スナック菓子、ハートチップル。 こちらは多分受け取りに来たんでしょうね、きっとね。早いなぁ、しかし行動が。というかね、まだハートチップル自体僕見たことがないですから、どんなものなのかっていうものがね、わかんないんですけども、形もね、どんな感じなんだろうね。一応、ニンニク味っていうのはわかるんですけど、まあ、数に限りがありますからね、こちらも FM コさんに取りに来てくれる方、限定となっておりますので、えー、まあ、まだ間に合うと思いますので、遊びに来てください。 ラジオネーム「昼間の奥さん」懸命に「ネックウォーマー中」って書いています「昼間の奥さんよ雨の後は冷えますねアジキューターの皆さんはいたい日本語ができない金髪美女が短パンでご来店「It's w ウィンターコールドだよ」って話しかけたら「キャベツラブ」って <laughs> あえ今年の冬は寒いねみたいな感じで言ったってことですか キャベツラブっっっててて帰きたってことこれしかも2週間後には引っ越しでカリフォルニアに行くってさ、えー、パツキン姉さんも世間話ってやるんだねって思った昼下がりでした「<laughs> <laughs> It's winter cold って言ったんですねええー、<laughs> さて今暇な時旦那が隠している大人のビデオを見る嘘ないのに えー、モーリーが竹中智香さんのメインを見なかったのなんてのも嘘でしょでもそうでも言わなきゃ今後の仕事に影響を及ぼすもんね、えー、小刻みプラスで長嶺カーナーさんがお触りした時は私も興奮したものです <laughs> 見ましたねあれねなんかあの江守さんでしたっけがねでなんかこうそのカーナーのね手を取って触ってましたけどねハートチップル もらったバイバイはい。沖縄市の耳2号帰ってきました。えー、さて今、暇な時、私は台所で、切れる野菜は切りまくり、湯がけるのは湯がいたり、取り溜まっているテレビ、テレビ番組を見る。えー、そろそろ風呂場とかトイレ掃除もやりたいけど、寒いから嫌だな。家族全員、目が悪いから怒る人はいない。えー、ということで、耳2号 私は元気ですよ。葉さ菜がないもんだから寂しいさ。えー、学校からのお、お便りはあるランドセルの底にあるでしょ忘れないで、お母さんに渡してよ。はい。ということで、ラジオネーム、昼間の奥さんからいただきました。懐かしいですね、これね、お便り。学校からのお便り。ランドセルの底にね。<laughs> 言ってんでしょうね、きっとね。えー、懐かしいな。 はい。ということで。まあ、暇な時は大体このあの、次のあの、ご飯の準備っていうか、まあ、切れるものは切っておいて、湯がけるものは湯がいてっていう、そういったことをやってるってことですね。じゃあそんなにあれなんじゃないですか自分のあの、本当に、やりたいことをやるっていうわけじゃないでしょうね、きっとね。ご飯作ったり、掃除したりとかっていう、お家のためにってことなんでしょうね、きっとね。 なんかいろいろ分かれますね、これね、面白いのが。さあ、ということで、今日の番組のテーマ、暇な時何してますかで、まだまだメッセージをお待ちしています。ラジオネーム、青野軍団さん曲のリクエストいきましょう。ユニコーン、人生は上々だ。 さあ、ここで、プレゼント当選者の発表に行きたいと思います。まあ、昨日もお知らせをしたんですが、先週、リスナープレゼントとしてご案内をしていました、ウエストマリン、ディナークルーズ船、モビーリック号のディナー券、一組様の当選者が決定いたしました。当選者は、ラジオネーム、アルゴ・ガルスキーさんです。おめでとうございます。はい、アルゴさんは、FM 子様で受け取りの方、よろしくお願いいたします。 ま、あのー、時間を見つけてね、受け取れるという日に遊びに来てもらいたいと思います。あの、ハートチップルさっきもね、えー、告知がありましたけれども、そう、ハートチップルももらえると思いますので、まあ、FM コザに来た方は、先着順にはなりますけどね、先着順にはなりますが、受け取りもできますので、遊びに来てください。そして、FM コザではボランティアスタッフを募集しております。 えー、仕事内容は二つありまして、イベント中継スタッフ、取材スタッフ。で、その中で、イベント中継スタッフは、お出かけ放送の現場スタッフを、えー、担当してもらうことになります。取材スタッフは、地域のイベントや各種記者会見、番組用インタビューの取材などなど、対象は、18歳以上の男女問わず、高校生はできません。えー、ラジオ業界に興味のある方、 地域の活動に興味がある方、社会勉強の一つとして活用してみたい方、初心者ももちろん大歓迎です。ご友人と一緒に参加でも OK です。で、また、FM コザでコーナーや番組を持ちたいという方も大募集です、えー。月1万円から気軽に持つことができますよ。仲のいいお友達や学校の同級生など、仲間と一緒にラジオで喋って輪を広げましょう。 えー、希望の方は、電話こちら098-934-8653098-934-8653メールの方は、e、イメール 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp こちらの方までお問い合わせしてみてくださいね。 以上 FM 講座ボランティアスタッフ募集のお知らせでしたさあ今日の番組のテーマ「暇な時何していますか?」というテーマでやっていますがラジオネームジャビオさんから「モリー今日みたいな寒い日はマグカップに和紙ミルク入れてお湯で溶かして飲むのが好きだという皆さんこんにちは」マグ「マグカップの底に溶けきれていない和紙ミルクの残りをスプーンですくって舐めるのがいいんだよね」 はい。<laughs> 久しくでもやってないですけどね、それはね。でも味が覚えてるんだよね。味が覚えてるで、下が覚えてるんだよね、あの味をね。さあ、暇な時何してますかえー、モーリーと同じで、Facebook に Twitter、m i とチェックして、もっと暇なら、フル、フルでいいのかな、これね。えー、フルなどでアニメ見ています。あ、Twitter でモーリーが、いつ俺のことをフォローしてくれるかチェックしてるけど、 寂しいなあと、アジラジに投稿するラジオネームの人探してフォローしようとチェックもしてるよ。ラジオネームジャビオさんからいただきました。ありがとうございます。はい。そうなんですね。ていうか、僕あんまり探さないからね、あのー、パってこうね、現れたらポチってフォローみたいな、しますけど。じゃあち、ちょっと探してみましょうね。はい。 ああ、でも大体、あれかじゃあもう携帯があって、で、それでその携帯の中の Facebook、Twitter、Mixie を見てるって感じなんですね。Mixie か全然やってないな、もう。何年か前に更新して以来。3年、4年とか経つんでしょうね、きっとね。うわあ、こういう形でね、どん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 この、なんか移行していってますね。うーん。 この SNS というかね。えー、こちらも行きましょう。ラジオネーム、ピーチベルシルバー。<laughs> えー、しかし、ひいさぬ、なあ、チョッキすがや、俺は暇なとき子供たちとテレビゲームしてるよ。はい、ピーチベルシルバーからいただきました。はい。えー、ウィーとかですかね。ウィーとか、マリオとか。 その辺でしょうかね。いいですね。子供たちとゲーム。なんかこう、子供と楽しめるんだったらね、ハマってもいいかなと思いますけれども。最近あの、おいっこのうち行ったら大体ウィーがあって、なんかボーリングしょっちゅうやってますね。うん。ボーリングだったり、なんか野球だったりとかね、ありますけれども。なんかこう、みんなでね、楽しめるものがあったらいいですけどね。 えー、今日はまたこの時間、もう一気に寒くなってるっていうことですけれどもね。えー、もうしばらくお仕事の方、これからさらに続きますよという方も、ちょっとこうコーヒーブレイク、ホットコーヒー的なものをね、飲んでですね、ちょっとこう休みながら、はい、楽しんでもらいたいと思います。アルゴガルスキーさん、プレゼント当たったんですね。えー、昨日はラジオ、 ラジオの電池が切れていたので知りませんでした。ありがとうございます、えー。ボランティアスタッフって毎日じゃないんですよね。ラジオやってみたいです。検討します。とりあえず仲間探します。はい。ラジオネーム、アルゴラスキーさんからいただきました。はい。いや、あの、もちろんこうできる範囲で OK だと思います。本当に、うん、1日とかね、2日とか。 このできる範囲でだと思いますので、はい、また興味があればメッセージ送ってみてくださいお待ちしていますそんなアルゴさんからいただいた曲のリクエストなんですけれどもちょっとねお目当ての曲がなくて、えー、代わりの曲をお届けしていこうかなと思いますが加藤ミリアフィーチャリング清水翔太で BELIEVE さあ時時時刻は5時31分になりました。地域密着道路交通情報の時間です。沖縄市内の一般道渋滞情報ですが今のところ混んでるところはなさそうですね、えー、沖縄市内、小屋十字路330小座向け、小屋向け、えー、高原十字路方面、小座港方面、えー、沖縄南インターチェンジ入口付近 国体道路お、今のところ目立った渋滞は届い、渋滞の情報は届いておりません。はい、比較的スムーズに流れているという情報で、えー、更新されております。はいまああのー、FM 講座の、ね、前のパーカーメニューから見える国道330も全然混んでなくスムーズに流れております。はい、ただこう路面がまだ濡れておりますので、えー、ドライバーの皆さんはスリップしないように安全運転をよろしくお願いします。 さあ続いて天気の情報も行きましょう。本島中南部、北の風、やや強く曇り、波の高さ4メートル、降水確率30%の見込みとなっています。さあ今日は最低気温が15度、最高気温が16度の、そんな一日だったんですけれども、明日、節分2月の3日、北の風、 やや強く、後、北東の風、曇り、夜は晴れ、波の高さ3メートルのち2.5メートル、えー、午前中が30%、午後が10%から20%の降水確率となっています。朝の最低気温が13度、日中の最高気温が16度となっております。またちょっとね、明日、あさってか、 明後日ぐらいまで、この、あ、違うな。あのー、まあ、木曜日に、2月の4日、木曜日には、晴れ間もね、広がっていきそうなんですけれども、ただこう、金曜日、週末、土曜日になっていくと、ちょっと傘マークがついているということなんですね。で、天気がやっぱりこの、連続して晴れたりとかっていうのがなかなかなくて、で、晴れたら雨降って、雨降ったらこう、曇ってみたいな、そんな週末になっていきそうだということなんですけれども、 えー、2月の6日、7日あたりから最低気温もぐぐっと下がってきそうだということですね。最低気温が11度、または10度になる日もありそうだということです。まあ、この寒さが、ね、もうちょっとだけこう厳しくなっていき,そうにいきそうな1週間だということです。はい、以上ここままでは地域密着道路交通情情報報と天気の情報をお送りしました さあ、アジクルータラジオ、火曜日の放送をお届けしております。今日はアシスタント、トケシ DA、えー、関東に今ね、えー、いるということで、えー、先ほどこう関東から、あの、ユーストリームを見ていただきまして、で、番組に、アシスタントからね、メールが届くという、そういったこともありましたけれども、まあ、今日はその DA お休みでございますので、DJ モーリー一人で、この後夕方6時まで、 あと20分ぐらいかな生放送がありますので、え今日の番組のテーマ、暇な時、何してますかというテーマに沿ってメッセージと、で、またフリーのコメントもお待ちしております。FM コザ、E メールは、761アットマーク、FM コザ .jp、761アットマーク、FM コザ .jp でお待ちしています。ラジオネーム、アラナガマサイガーさん。こんにちは、モーリーさん。ということで、こんにちは。 今多分仕事終わったんでしょうかね。はい、お疲れ様でした。またね、この後、あのー、気温が下がっていきますよね。で、さっきも天気予報をお伝えしましたけど、ちょっと週末の最低気温なんかがね、10度とか11度とかになりそうだっていうことなんですよね。で、まあ、あの、木曜日には晴れ間も広がりそうなんだけれども、また、うーん、金曜日、土曜日、ちょっと怪しいというね、そんな、 週間天気予報になってますけれども、キャンプがね、もう今7球団か沖縄にキャンプインしているということなんですけども、晴れたらね、足伸ばしやすいかなと思うんですけれども、ただこう、雨が降って路面が濡れてるとかね、あのグランドとかアスファルトを行き来するので、ちょっとジャカジャカするじゃないですか。まあなので、できたらこう晴れ間があったらいいなと思うんですけどもね、 あの、放送前に、あの、チャタンに寄ってたんですよ。で、中日ドラゴンズがちょうどこう、キャンプをね、張っていて、で、見ようかなと思ったんだけれども、やばい、やさ、やさしてる、骨汁食べたいなっていうね、あの、もう、食欲の方が買ってしまって、で、結局食堂行ったんですけど、そうすると、その、キャンプを見た、内地の方なんでしょうね、女性グループだったり、ファミリー、 の方で結構内地の方が多かったんですけどあキャンプの帰りなんでしょうねっていうキャンプを見てそのままその流れでご飯を食べに来たんだろうなというね方々多かったですねあのうちなんちもうちなんちで多いですけどやっぱりこの県外からこの時期キャンプを見ながら旅行をするっていう方々もねやっぱ多いみたいですねであのキャンプ独特のあの キャンプ女子っていう言い方するか分かんないですけど、あの、望遠レンズなんかを持ってきて、で、間近でその選手のトレーニングの様子を写真に収めるっていうね、動画に撮ったりとかっていう、そういうことをよく見かけるんですよね。多分今年も多いと思いますけれども。だカープだったり、DNA だったり、ヤクルトだったりとかね、阪神だったりとか、その、それぞれのそのファンの皆さんの、この女子の皆さんが、あこの望遠レンズを持ってきて、 シートノックとか、この打撃練習のこの、あの、網網のね、ちょっとこう透明ぐらいから、この望遠を活かしてから撮ったりとかしてるんですよね。もうあの辺、なんか様になってるから、カメラマンさんなのか、それとも、もうファンのね、あの、方なのかっていう、境目がちょっとわからないぐらい、結構こう様になってるんですよね。もしかすると多分、あの、そのキャンプ地に行ったら、こういう光景もね、あるかもしれません。 ま,あまだね、あの、キャンプのその地には行ってないので、えー、今週末、明日、どっちか行けたらいいなと思ってますけどもね、ぜひ皆さんも、まあ、オープン戦ももちろんね、えー、2月の20日ぐらいからか、あると思いますけれども、えー、県内の、まあ、離島も含めて7球団、キャンプやってますからね、足を運んでみてください。ラジオネーム、アルゴガルスキーさん。テーマ、暇な時、何してる場 前は YouTube を見たり、携帯のゲームをしていました。携帯のゲームは暇ならやるとかではなく、暇を作ってやっていたので、土幻化せんとあかん、とやめました。えー、それにある程度進んだら、課金しないとうまくいかないんですよね。だからやめるんです。あ、このお金が発生するってことですね。この後やりたいんだったらっていう。なるほど。 えー、youtube は世界の感動する CM とか見て泣いています。心病んでませんよ。うん、病んでるのか <laughs> はい、ラジオネームアルゴ・ガルスキーさんからいただきました。はい、ああ、なるほどね。動画系ね。ああ。そうだな。僕あんま動画系も見ないんだよな。あでもあれかな動物の動画を見るかな。 なんかこう、最近、ブラジルだったかな、ブラジルのビーチのなんか動画があって、えお互い水着っていうかね、カップル同士水着をつけながら、サッカー王国ですから、このビーチの波打ち際で、えリフティングをして、お互いこう、3人ぐらいでね、そのボールをパスをし合う、ボールを落とさずにパスをし合うっていうなんか動画があって、で、その、 端っこにワンちゃんがいて、で、そのワンちゃんにパスを出したら、まあ、見事にね、あのー、この、鼻の頭でヘディングをして、で、このリフティングのなんかゲームに犬も参加するっていうなんか動画があるんですけど、だからこういう動物系のやつだったらなんかよく見てるかもしれませんね。まあでもそれももう Facebook のなんかこう、タイムラインにね、ファーってこう出てきたものをちょっとこう見るぐらいで、 あんまりあとは、なんか、検索とかね、やってないですけれどもね。まあでも一回見たらね、またこれ面白いですからね、ハマるんですよね。さあ、今日の番組のテーマ、暇な時何をしていますかで、まだまだメッセージをお待ちしています。宛先は、7 6 1 f m q o z a j p mark fmcoza.jp でおお待ちしておりますさあ、それでは時間まで曲いきましょう。久しぶりにマイコー、マイケル・ジャクソンの曲をお送りしていきたいなと思います。はいえー、放送時間残り、えっと、13分、4分くらいかな、残ってますけれども、まだまだ掛け声メッセージお待ちしています。 マイケル・ジャクソンで Here's e World! さあ、時刻は5時49分ですね。放送時間残り6分となってきましたけれども、今日の番組のテーマ、暇な時何してますかというテーマでね、2時間やってまいりました。そろそろエンディングの時間ですが、ちょっとお知らせを、2月7日、今度の日曜日、コ、え、ザ、ー、ミュージックタウンの1階の音楽広場の方で、コザクラフトビールフェスタ2016というイベントを 行うそうです、えー。全国から沖縄市小座に沖縄発7つの、えー、醸造所のビールがやってきます。ビールをもっと好きになってもらいたい。街を元気にしたい。そんな思いで全国の兄弟、えー、弟子が集結し開催になりました、えー。ぜひこの機会をお見逃しなくということで、えー、ビールの出店、 ああ、まあ、沖縄市のコザ爆酒工房ももちろんそうですけれども、えー、インザドアブルーイング、クラフトハートブルワリー、えー、丹波、篠山ジグザグブルワリー、高円寺爆酒工房、この県外からもたくさん、やってくるということですね。7つの醸造所のビールがやってくるということでございます。 で、そのビールだけではなくて、フードの出店もありまして、えー、カラオケグー、天一、パーラチョキ、コザミュージックタウン、商店会、夕食堂さん。これ、国道330のね、えー、ところにある夕食堂さん。イタリアン酒場、バッチョ、ザ・スカルペッターズ。あと、横浜から、ラ・フシオン・ナナ。などなど、もう、なかなかこの、一堂に会してのね、 え、イベントには、あ豪華5から、フードの出店、そしてビールの出店も予定されているということですね。はい。これが今度の日曜日、お昼12時から夕方6時の間行うということでございます。えー、ステージでは、ソウルキャンプほか、会場を盛り上げてくれる多彩なアーティストがやってくるということですね。まあ、なので、えー、インターネット検索エンジンで、クラフトビールフェスタ2016 コザとかって打つとね、出てくると思いますので、こちら調べてみてください。まあ、多分ビール好き、ビール上グの人からすると、ちょっとたまらないイベントかもしれませんね。あの、Facebook ページもあると思いますので、こちらもちょっと調べてみてください。ラジオネームシューターさん、お疲れした忙しいということで、はい、コメントいただきました。ありがとうございます。あの、運転、気をつけてくださいね、本当にね。はい、安全点で。えー、こちらも行きましょう。ラジオネーム。 アラナガマサイガーさん。こんにちは、モーリーさん。アラナガマサイガーです。発ッー、寒いね。<laughs> 外寒いですよね、絶対ね、今ね。なんだろうね、この、まあ、2月ですから寒いのわかるんですけど、あったかくなるのかなーなんて思ってたらね、またこう、急に冷えてきましたね。えー、週末、めっちゃ寒くなるわけ困るし、えー、プロ野球のキャンプを見に行きにくいさね、ということで。 ま、晴れたらね、いいですけどね、一番。さあ、今日のテーマですが、俺はスマホのゲームアプリで野球ゲームをしているよ。え、自分が監督になって、自分だけのチーム、サイガーを育てて、最強チームにするわけ。ちなみに、うちなんちの選手は全員入れてます。あとは、友達のツイキャス配信を見たりして、暇つぶししてますよ。ではでは、ということで。はい。もうなんか、今の時代ならではって感じですね。 友達のツイキャス配信を見たりしてるっていう。まあ、自分でね、あのー、発信することができるっていうことですから、ネットが繋がってたらっていうことですね。なるほど。この野球の監督なんかもね、結構あれですよね、気長にって感じですよね。あのー、すぐ結果を求めるとかではなくて、気長にこう待って待って、ロールプレイング的な、 育成的な感じでしょうね、きっとね。昔なんかね、ファミコンのダ,ダビスタダービースタリオンだったかなハマってましたけれども。あれはあれでちょっと面白いですよね。この育てていくっていうね。トマブンさん。4時のエンディング、リクエストアザース。えー、仕事していても街中、ミーぐるぐるしていたら、いろんなネタがあるから暇しないよ。さっきもさ、落ちてるゴミを拾わずに、蹴って、 歩道側に運ぶおばさんがいたよ <laughs> 小学生じゃないんだ、こっち。えーあ、手で拾うのは何儀なんかなとか、いろいろ想像もするよ。えー、モーリーも何気ない出来事とかをラジオで喋ったりするけど、そういった意味では、ワッターディスナーが面白、収穫あるはずね、ということで。あ、あ嗅覚か、これ。なるほど。いや、やっぱそうじゃないですか。ネタを見つけるのはね。 今日こんなことがあったよとかっていうのを文にするっていうのは、まあまあ大変だと思いますよ、本当に。僕らはね、言葉にする、声にするっていう仕事ですけど、声になってないもんね。あんまり。わ <laughs> かりやすいようにっていうか、ね、伝わるようにっていうことを考えますけど、なかなか難しいですからね、これがね。うん。はい。まあ、あのー、この後もね、えー、まだまだ放送ありますから。 いろんな番組に投稿して、まあ、暇をね、あのー、遊んでほしいなと思います。さあ、この後夕方から、6時からですね、なおちゃん、ようちゃんの愉快な不動産屋さんの時間がありますので、この後も FM 小座でお楽しみください。引き続き、ユーストの配信、そして、追スの配信もね、やっておりますので、えー、FM 小座761でお楽しみください。さあ、明日水曜日、まあ、2月の3日節分ということですけれども、えー、大谷ゆみ、 ねえ、明日は、やってきてくれるんでしょうかはい。まあ、あのー、ご次第かな多分、通常通り、通常通り登場すると思いますので、明日もね、この時間聴いてください。アジクーターラジオ火曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。それでは皆さん、また明日、4時にお会いしましょう。